はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学42日目やってまいりましょう。今日のテーマはこちらですね。安心できる場所を作るというのがテーマになります。で、どういうことかっていうと、コーチング用語にコンフォートゾーンっていう言葉があるんですね。これは簡単に説明すると、安全な場所、日本語に訳しただけやなんて、そうじゃなくって、自分にとって親しみがあって、ストレスなく過ごすことのできる場所のことを言うんですね。で、特別な努力を必要とせずに、必ず成功させることができることっていうようなこともコンフォートゾーンで使ったりします。で、これって何かっていうと、成長していくためにはコンフォートゾーンを抜け出す必要があるっていうことが今日の話になっていくんですが、ところが一方で人間にはね、このチャレンジをするために使う体力っていうのは限界があるんですよね。マラソンとか走ってても常に走りっぱなしだと力尽きてしまう瞬間って当然あるじゃないですか。どんなにゆっくり走ってたとしても、そんな時の休憩場所、よりどころになるのがコンフォートゾーンだっていうことも言えるんですね。だから休憩と努力のバランスっていうのは非常に大事です。で、今日は休憩できる場所、落ち着ける場所、それらを探していこうっていう話になっていきます。で、本来成長するためだったらコンフォートゾーンっていうのを抜け出してチャレンジゾーンっていうのがあるんですけど、そこを見つけましょうって話は結構多いんですけど、コンフォートゾーン大事にしようぜっていう話って案外少なかったりしますんで、今日はちょっとコーチング的にも心理学的にも若干違った観点で皆さんとお話をしていきたいと思います。で、組織行動学の研究についてなんですけれども、この組織行動学とかっていうね、もうなんかわけのわからない難しい言葉っていうのはもう覚えなくていいです。中身さえ知ってれば OK なんですよ。難しい言葉なんか知らなくてもね。で、その発見した第一人者のハックマンっていう方がいまして、その人が効率的なチームワークっていうのは、ゴールが明確で優秀な人材のいる環境下に生まれるっていうふうに言ってるんですね。で、この話を受けたハーバードビジネススクールのとある教授が、効率的なチームワークを発見している医療チーム、ね、もう今コロナ禍でたくさんの方々がコロナ対策でもう毎日尽力を尽くしていただいてますけれども、そういったその医療チームですね。で、この効率的チームワークを発揮しているチームだったら、ミスは少なくなるんじゃないかって。で、効率的って一体何っていうと、イコールミスが少ないっていうことなんですけど、そういうチームだろうということを想定してやってみたものの、結果はどうなったかっていうと、なんとですね、ハックマンの言うところの効率性の条件、さっきの優秀な人材が揃っているとかっていうチームの条件ですよね、っていうのは、ミスが少ないところが、他のチームよりもなんとミスが多かったんですよ。え？って、なんでそんな結果になるの？っていう話なんですが、これっていうのは、実はチームワークのいいチームっていうのは、より多くのミスを起こすのではなくって、より多くのミスを報告していたっていうことなんですね。だから結果的にミスの数が多く見えるっていうことなんですよ。事実をミスもしていたんですけどね。で、仮説を修正して、要は、先ほどのここのよりミスを多く起こしてたんじゃなくって、より多くのミスを報告していたっていう仮説に捉え直して再実験を行ったところ、ようやく効率性の条件を満たすチームの方が、そうじゃないチームよりもミスが少ないっていうことが証明されたんですよ。で、条件を満たさないチームって一体どうだったかっていうと、実際にはたくさんのミスを犯しているにもかかわらず、その事実を隠すから周りの人間は気づいてないんですよ。あのチームすごく滞りなく進んでるなって一見見えてしまうんですよ。ところがこのチームっていうのは、報告するのが患者の死亡って言ったような隠しようのないことだけしか報告をしなかったから、単に気づけてないっていうだけだったんですよね、周りにとって。隠せてないですけど、もはやどっかの政府とかそんな感じしますよね。なので、この実験から結論として言えるのは、失敗して何を学ぶのか、で、学ぶこと自体を失敗するのか、個人にしろ、今回のような医療チーム、組織にしろ、失敗自体を怖がったり隠すっていうことは、長期にわたって同じ失敗もしくは別の失敗を繰り返す原因になるんですよっていうことを結論として言いました。だから1年も経ってコロナが1年も出てきてるのに、対策で何回も何回もこう修正をしたりとか、ちょこ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 お金を配ったりとか、それから時
短を繰り返したりとか、緊急事態宣言を2回も出したりみたいなことをしたりしてるんですけど、まあ、そんなことをやってるんですよ、結局隠したりとかしてるから。で、今回発見、実験を通して発見されたことっていうのは、統率されたチームっていうのは心理的な安全性があるっていうことなんですね。だから遠慮なく物事を言ってもいい関係性を作ることができてるし、助けを求めることもできる。アドバイスくれっていうふうに助けを求めても OK で、失敗しても大丈夫大丈夫って、あと責任取っとうからっていうフォローもあるし、恥ずかしい思いも罰せられることもないんですよね。だからある意味政府がうまく動けないっていうのは、それを支持している誰かがいるとか、あるいは我々のような国民の声がものすごくプレッシャーとして降りかかってくるからうまく動けないと、慎重に慎重にスピードが遅い遅いって言われながらも、でもそうして簡単に出したら今度は早い軽率だって言われてしまうから、あえてゆっくりやっちゃうとか、そんな感じになっちゃうんですよね。で、そんな中リーダーが作り出さなくちゃいけない環境としては、メンバーが仮に失敗しましたと、それに対して何やってんねんとか、あかんやろっていうふうに否定したり怒鳴ったりするのではなくて、ミスを共有して話し合うことをできる環境を作って、チーム全員がそのミスによってこれを繰り返さないように次うまくいくためにはどうしようかっていう話し合いができる、向上ができる環境を作っていく、それを思わせることっていうのが大事になってくるんですね。まあ、総理大臣なんかがこの場合になっていかなくちゃいけなかったりするんですけどね、どうでしょうか。で、今日の皆さんに対しての問いかけはこんな感じです。あなたにとって心理的に安全、コンフォートゾーンだって言える場所はどこにあるでしょうか。それはご家族ですか、職場ですか、それとも友人との関係で、そこにいるとどんな気持ちを味わうことができますか。そこだとどんなことができます。なんか普段だと萎縮しちゃうようなことでも、ここだったらリラックスしてなんか素でボケれるわとか、でも職場だったらボケるとはみたいな顔されちゃうからできないとかね。で、それからもしそんな場所がないっていうことであれば、その場所を見つけることってできそうですかね。あるいは作ることできますか。自らないんだったら作っちゃえっていうことってできるでしょうか。はい、というお話です。で、今日のワークに関してはベストを引き出すっていうことなんですけれども、あなた自身が周りの人にとって安心できる場を作っているかっていうことを考えてみましょう。で、周りが安心できる場をあなたが作ってあげれば、あなた自身にとっても安心できる場なんですよ。だって自分が作っている場所居心地が悪いってそんなわけないですからね。で、家族や同僚や友人にとってあなたが作る場所はどんな場所でしょうと。で、人の行動っていうのは個人の性格によって、要はせっかちだとか慎重派だとかおどおどしてるとか喧嘩早いとかって、性格によって人の行動っていうのは決まりがちだっていうふうに思われてるんですけれども、実は環境によって影響を受けることも多いんですよ。だからミスを叱責されるような職場なんかでは資料作りすらまともにできなかったり、でも一方でミスをしてもフォローされる職場であれば、もう前向きにどんどん取り組んでバンバン成績を上げ続けていくと。ところが実は同じ人なのに、ある部署の時にはもうなんかお茶組みさえできれば OK みたいな人だったのが、別の部署に移った時にそんな能力持ってたんですかってくらいバンバンもう次々に成果を上げていくっていうこともあり得たりするんですよね。営業は向かないけど開発は向いてたとかね、そんな感じです。で、これを皆さん、これをご覧いただいているあなた自身で考えてみていただきたいんですけど、あなたはこれまででどんな時に自分がこれだって思える最高のパフォーマンスを発揮することができたでしょうか。で、それは子供時代とか大人時代に関わらず想像してみていただけたらと思います。で、子供時代だったら、例えば部活の場とか予備校とか秘密基地にいる時とかね、それから大人時代だったら、まあ、会社の資料室、なんか警察とかだったら時々あるじゃないですか、資料室でめちゃめちゃ知識持ってるとか経験持ってるなんかベテランの人とかね、それから公園とか人がいない静かな公園とか、あるいはスタバとかね、スタバのようなカフェとかですね。で、そのコンフォートゾーンを見つけるのか、あるいは自ら作り出すことによって、あなたのお仕事ですとか遊びをはじめ、あらゆる行動とか、それからまあ思考力ですよね、考え方、知識、知恵の部分において最高のパフォーマンスが発揮されるようになりますんで、ぜひですね、コンフォートゾーン見つけるか作り出すっていうことを心がけてチャレンジしてみていただけたらというふうに思います。ということで、最後に今日は
コンフォートゾーンにとどまっていては確かに成長し続けることっていうのは難しいんですよ。うん、だってずっと同じことができるように訓練を続けても確かにそれそのものを取り組むスピードは上がるかもしれないけど発展性が生まれないのでいつまでたっても成長難しいと。ところがコンフォートゾーンっていうのを用意しておかないと心身心も体もいつか限界来るんですよ。だから休める場所と力を発揮するべき場所っていうのは絶対あなたにとって必要になりますんで、今回の話を機にまずはコンフォートゾーンから見つけてみたり作ってみてみたりしてください。そんなお話でした。ということで本日の動画は以上となります。次回またお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。